日本時間9月5日、今永翔太カブスは本拠地リグレイフィールドで行われたパイレーツ戦に先発し、7イニングをノーヒットに抑える快投を見せた。球数が95球に達していたため、8回のマウンドには上がらず降板となったが、カブスは今永からネイト・ピアソン、ポーター・ホッジとつなぎ、球団史上2度目となる継投ノーヒッターを達成。本拠地リグレイフィールドでのノーヒッター達成は1972年以来52年ぶりだった。なお、日本人投手が継投ノーヒッターに関与するのは、今回の今永が初めてである。メディアは多分そこまで取り上げないんだろうけど、米ファンとしては嬉しい限りでしかない。中4日でこのクオリティはすごすぎる。しかもエラー3つもしっかりフォローして、パレデスは救われたと思う。あのパレデスのエラー3つなかったら球数減ってもう1イニングいけたかもね。それにしても継投も含め素晴らしいゲームだった。全体を継投のノーヒットノーランで勝利とか最高すぎる。一人での達成ならずだったけど、メジャーでは継投でのノーノーも公式記録として残ります。完投させろ、と思ったけどチーム事情があったか。それだけ大事なコマということ、すごい。特に勝率がすごい。一人で貯金を作っている。チーム MVP と言っていいんじゃない。シーズン序盤もカブス打線が今みたいに活発なら18勝してたよね。シーズン20勝も夢ではなかった。これから全部勝つつもりで17勝以上してほしい。だから打線も活発でいてほしい。打たれるまでは続投させてくれって思ってたけど、中4日なんとこの後のこと考えたら当然の継投よな。貢献というか主役、ドジャースフロント、こっちだったか。